私が、まあ、SNS を使うようになってからは、うん、3ヶ月で月商70万、うん、3ヶ月で月商70万すごいですね。30代のままでもできるんだっていうことを、まあ、分かってもらう。はい、北野です。今日はですね、インスタ8500フォロワー集め、インスタグラムが実際にお仕事を獲得して月商で200万以上の収益を達成している松江さんとね、今日ご一緒にね動画を撮っていきたいと思うんですけども、実際に松江さんがインスタグラムのね集客だったりとか8000フォロワーどういう風にして具体的に集めていったのかっていうやり方だったりとか、テクニックをね、お伝えをしていきたいと思うんですけども、この動画見てる方とかでね、インスタ私初心者でまず何からやればいいのかすらわからないんだよという方だったりとか、インスタグラムでフォロワーがそもそも伸びませんだったりとか、逆にフォロワー伸びるんだけどなかなか収入につながりませんとか集客できませんとかね、そういったお声ってあると思うんですよね。そこもバッチリ解決できるようなね今日内容をお届けしていきますし、結論、今日の動画最後まで見ていただけましたら、松江さんがインスタグラムでね成功した具体的なポイント、そしてインスタフォロワーが伸びるだけではなくて、そこから収益だったりとか集客につなげていくための動線の作り方、そして最後にインスタ自社で100アカウント以上運用しているね僕からもですね、松江さんのインスタをさらにこういう風にしていくとインスタ伸びるんじゃないかっていうね、そういった具体的なアドバイスっていうのもね最後に公開コンサルでさせていただきたいと思いますので、ぜひ今日の動画最後まで楽しみにしていただきたいと思います。ということでね、早速今日の、ね、目次3つです。まず、インスタをやる前とも後での松江さんの変化。2つ目、松江さんがインスタ集客で成功したポイント。3つ目は、さらに松江さんのアカウントを伸ばすための僕からの公開コンサル。このね、半分仕立てでお届けしていきます。ということでね、松江さんお待たせしました。早速ちょっとね、松江さん自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。私は、2児のママの SNS クリエイターの松江美咲と言います。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに SNS クリエイターっていうのは、簡単に言うと、どういうものになりますでしょうか。メインのお仕事は、企業さんだったり、企業家さんが SNS を使って、まあ、集客をしたいということですけど、うまく使いこなせてない方のお手伝いをするお仕事になります。インスタ運用のプロフェッショナルということなので、その松江さんがね具体的に全くのゼロから今に至るまでにね、まずどういう風なね経歴を積んできたのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、松江さん最初からインスタめっちゃ得意だったんですか。いや、もう私はですね、去年の、まあ、5月まではもうインスタ、うん、もう投稿ができたらいいかなぐらいだったんですけど、なかなかフォロワーも増えないような、まあ、専業主婦だったんですよね、うんうん、続かないなっていうところだったんですけど、うん、去年ですね、まあ、緊急事態宣言の、まあ、影響もあって収入ゼロの時がありました。私がSNS を使うようになってからは3ヶ月で月商70万、うん、3ヶ月で月商70万すごいですね。びっくりですよね、自分でも、うんうんうん、はい、やっぱりやる方法っていうのがあるんだなっていうところも確信しながら進んでいったら、月商200万とかっていうところにも入っていくことができました、うんうん、すごいですね。最高月商200万ですよ。インスタグラムで最終的に集客をして、ご自身の実際サービスであったりとかそういったものをお客様に提供することによって、それぐらいの収益をね今上げられているということで、多分インスタグラムでぶっちぎりで稼いでるフリーランスだと思うんですよ、松江さんってね。ということでね、そんな全くの収入ゼロで1年前まではですね、本当にインスタグラムも投稿できたらいいかなぐらいの状態から、今では8500フォロワー集め月商で200万を稼ぎ出す松江さんのそのインスタグラムをねちょっと見ながら具体的にねポイントをちょっと教えてもらおうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということでですね、こちら、松江さんが運用されている実際にアカウントになるんですけども、こちらのアカウントからですね今8594フォロワーというところで、実際にね松江さんのすごいところって、こっから LINE アットへのね誘導ってところもすごくて、月に今どれぐらい集客できてますか。そうですね、60人で、まあ、多くて150人ぐらいで。多い月だと月150人。そうです。うん、多い日だと、7人ぐらい来てくださっています。うん、1日7人もね、お客様が LINE 登録いただくって、これめちゃめちゃすごいことですからね。ちなみに普通のフリーランスとかだったら、だいたい月に5人とか6人ぐらいしか登録がないっていうのが平均だったりするんですけど、松江さんはそれで月150人とかちゃんと集客できていると。こういう文字入れを入れた形でこういう投稿でね、今運用いただいてるんですけども、実際にこの松江さんが運用する上で意識している具体的なポイント、ちょっとね、教えていただきたいと思うんですけども。ポイントはもう5つだと思ってまして。5つ。まあ、1つ目は、もうプロフィール。こちらですね、プロフィール文。2つ目は、投稿タイトル。2つ目が投稿のタイトルですね、ここの文字と。3つ目は投稿の内容。3つ目は投稿内容。投稿文章ですかね。そうですね。うんうん、はい。ありがとうございます。4つ目がストーリーです。4つ目、ストーリー。ストーリーですね、ここですね。こういうやつですね、ストーリーね。ありがとうございます。5つ目がプレゼントタイトルです。5つ目プレゼントタイトル、はい、ありがとうございます。順番にちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まずねプロフィール文ってことなんですけど、今日動画見てる方もね、インスタ私これから始めたいとか今すでにやってるけどフォロワー伸びないって場合って、実はこのプロフィール文のコンセプトが悪いだけでインスタってマジでフォロワー伸びなかったりするんですよね、本当に一生懸命投稿してても。だからこれぐらいもインスタって実はプロフィールコンセプトが僕もいつも8割だよっていつも言ってるぐらい重要なんですけど、松江さんの場合とかであればこのプロフィール文ですね、どういうポイントを意識して作られてますか。そうですね、まず誰のために発信
するインスタかっていうところで、育児ママっていうことを、はい、書かせてもらいます、ね。ちゃんとここでターゲットコールをバシッと入れる。めちゃめちゃ重要ですよね。はい、あとは、私のまあ年齢公開してるんですけども、30代のママでもできるんだっていうことをまあ分かってもらう。なるほどですね。よくインスタグラムでもね、なんか年齢出してる人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。あれって結局ターゲットコールをするために年齢を出してるっていう狙いがあるということですね。そうですね。うん、あとは、自分も30代ですよとかっていう、まあ、お話の、話題にもなってたりとか、住んでる場所と子供2人っていうところも、まあ、その面で入れてます、うん。なるほどですね。ってことは、松江さんの場合であれば、ターゲットのお客様っていうのは、30代の子育て主婦、ママさんがメインのターゲットになるから、こういうふうなね、訴求をされていらっしゃるということなので、はい、家族構成とかもね、差し支えなければ、どんどん書いていった方がやっぱりいいってことですよね、プロフィールには。はい。あとは、この、プロフィールには、まあ、投稿とかストーリーに出てくるような内容を、まあ、入れてはいます。まあ、子供のこととかプライベートも投稿とストーリーで入れてます。なるほどですね。ありがとうございます。皆さんもね、松江さんプロフィールのように、しっかりとターゲットコールを入れるっていうところと、あとね、松江さんもすごい上手いなと思ったのは、この発信をすることでどういうふうな内容が学べるのかっていうのが、すごい簡潔に書いてあるんですよね。福島が PC なしスキルなしでも在宅で仕事を獲得できる、そういったクリエイターの仕事を手に入れるためのやり方とか、そういった内容が学べますよ。だから、逆に言うとね、お客さんってアイコン見てプロフィール見てすぐほとんど人は離脱しちゃうと 74% ルールってあって 74% はプロフィールアイコン見てすぐ離脱しちゃうんですけども、松江さんの場合もパッと見ただけで何の専門家か分かるから、興味ある人ってこうやって立ち止まってくれるんですよね。で、投稿見ていいなと思ったらフォローしてくれるとかっていうことだと思うんです。ありがとうございます。次、2つ目のポイントですね。投稿タイトル、これについてちょっと教えていただけますでしょうか。投稿タイトルですけども、タイトルはもうすごい重要です。まず、まあ、興味を引く、まあ、役に立ちそうだなって思ってもらったりとか、それ何って思ってもらえるようなタイトルにできるように、私は YouTube のサムネイルでうまくいってる方を参考にさせてもらったりとか。あ、これめちゃめちゃノウハウですよね。インスタのそのもう最近文字入るとこ見たことあるけど、いいタイトルってどうやってつけるのみたいな。松井さんあれですよね、 YouTube とかで例えば自分と同業者とか同じようなジャンルの人の動画見た時に再生回数多い順に並べ替えるんですよね。はい、うんうん。動画でやっぱ再生回数が多い、バズってるタイトルっていうのはサムネイルのタイトルがめっちゃいいからっていうのが結構あったりするんですよ。それをそのまま参考にして自分で言葉付け加えて作っているみたいな。はい、その通りですね。うん、あとはママがとか、まあ、育児ママとか、うんまあ、在宅ワークっていうキーワードを入れていたりとか、うん、数字が入ると興味を持ってもらいやすい傾向にあるので、数字分かりやすく入れてることが多いです。必要な時間を作る5つの方法とかですね、成功するための4つのポイントとか、たった1つの方法、3つの方法とかね、これ心理学的にも確かに効果的なんですよね。人って3つの方法って言われると最後までそのポイントを知らないと落ち着かなくなるんですよね。じゃあ3つの答え知りたいから回答を見る、投稿を見るっていう形でね、アクセスしやすくったりするので、やっぱ数字は絶対入れていった方がねいいですよね。あとはママさんのお悩みで多いのが、まあ、時間がないとか、育児仕事両立したいけどなかなか両立ができないってことで悩んでたりするので、うん、お悩み解決になるような投稿もメインにしています。基本的にやっぱりためになる情報ですよね。そこをしっかりとやっぱ出していっていると。はい、ありがとうございます。他にもね、結構投稿タイトルに関しては補足で言うと、やっぱ画像のね、7割締めとか、5割から7割締めぐらいの大きさが結構良くて、松江さんもね、やっぱ大きめですごい見やすい字で書いていただいてるんですけど、伸びない逆にね、人のインスタってどういうのかっていうと、一覧で見た時にすっごい字がちっちゃいんですよね。この松江さんはね、大きめに書いてますけど、これの本当に4分の1ぐらいの小さいね、薄い文字書いてたら、お客さんですね、見えないんですよね、そもそも。見えないとそもそも認知されないってことになるので、タイトルはちょっとね、バカでかいぐらいがちょうどいいぐらいの形でね、つけていただくのがいいかなと思います。では次、3つ目ですね。松江さんおっしゃっていた気をつけるべきポイント、投稿文章をやっていきたいと思います。私はまず、まあ、お役立ちになるものを、まあ、発信してるっていうことと、うん、あとはプライベートとか私の思いが現れるように発信をしてます。文章の作り方なんですけれども、最初慣れない頃はどう書いたらいいのかなって私も悩んだので、実際インスタとかブログでうまくいってる方のものをコピーさせていただいて、構成を真似させてもらって、自分の思いだったりプライベートだったり自分の体験を加えた投稿にしています。いや、いいですよね。確かに他の人のね、投稿もそのまま丸コピはその人自身になっちゃうんでね、ダメなんですけど、構成をやっぱ分解してみるって結構そうですよね、重要で、そこに対して松江さんの価値観とかエピソードが入るからお客さんも引き込まれるし、しかも文字の分量ってね、松田さん本当にちょうどいいなと思うんですけど、1分以内で読めるぐらいの投稿文が最近はね結構いいかなっていうのがあります。だいたい文字数で言うと300文字か500文字ぐらいですね。長くてもだいたい人が1分間で読める文字数は400文字とね実は言われているんです。なのでこれぐらい文字数がね結構良かったりするところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に4つ目のポイント、ストーリーについてもね聞いていきたいと思うんですけど、ストーリーはどうですか。はい、ストーリー
りもすごい大事で、私は私の思いだったりとか、普段何してるか、プライベート、お仕事の場面だったり、カフェでお仕事をしてますよとか、家でどういう風にしてるかとか、あとは休日子供とどういう風に遊んでるかっていうところも自分の裏側を入れたりとかもしてます。例えば今日こういうところで勉強してきましたとか、ズームでね勉強会でしたとかですね、本当にこういう日常の裏側、例えば皆さんとかであればカフェでね、本当に今日こんだけ本読みましたよとか、カフェで勉強しましたよとかで、今すでにねまだ起業していないという方であったとしてもね、本当にね自分の日常の裏側、朝ごはんこれ食べましたよ、もうご飯でいいです、とりあえずカフェ行ってこのコーヒー買いましたよとかでもいいんですけども、そういうのを発信していくと。ちなみにこれって松江さん1日ストーリーは何投稿ぐらいアップされてますか？そうですね、まあ2から3ぐらいです。ちょうどいいですよね。実はこのストーリーってインスタグラム実は一番重要と言われていて、インスタユーザーのですね約過半数はストーリーから先に見るっていうぐらい、この縦型のね24時間で消えてしまう動画ってのすごい見られます。これを1日 2,3 回アップすることによってお客さんと接触回数が高まるから、覚えてもらいやすくなるんですよね、自分の投稿。そうするとアカウントのエンゲージとフォロワーの人との親密度も高まっていって、よりねインスタのアカウントが体勢がすごい強くなるっていうのもありますし、さらに言うと下の方でこれハイライトっても結構載せられていると思うんですけども、松江さんの場合とかであればこれ自分の価値観とかそういったところも発信されてるってことですよね。はい。ちなみにこれハイライトって何っていうと、インスタってね一回上げたストーリーこれ24時間で消えちゃいます。でもハイライトってボタンをね下に押すと保存しておくことができるんですね、過去のストーリーを。そうすると半永久的に保存することができますが、松江さんの場合例えば思いの発信っていうところでどういうふうに意識して投稿とかされてますか？私もですね、専業主婦の時にすごい今どうしたらいいんだろう、収入がなくって、まあ、子供に不自由させてるなとかって悩みで、どう行動したらいいかわからなかったんですよね。なので私は行動したり、まあ、環境を得たことで変わってきたので、行動の変え方、覚悟の決め方とか、あとは環境の変え方とか、起業してよかったこととかも、はい、書いてますね。いいですね。この辺とかはね、皆さんもね、結構参考にね、ぜひしていただきたいと思うんですけど、最後、5つ目のポイント、プレゼントタイトルですね。プレゼントタイトルってそもそも何なのかっていうところからね、お話しさせていただくと、松江さんの場合もご自身の LINE ですよね。皆さんだったらメルマガやってる人はメルマガとか、もしくは LINE にね、インスタから基本的にお客さんを集めていく。これが基本的にまず集客です。LINE アットの中でさえに自分を知ってもらって、商品を契約してもらったりとか、例えばアパレルが売れたりとか、ね、ハンドメイド商品が売れたりとかっていう流れを作ることができるんですけど、みんなここの LINE への誘導でつまずいてしまうんですよね。その原因っていうのは実はプレゼントタイトルってことなんですけども、実際にね松江さんの場合であればプレゼントタイトルどういうふうに意識されてるのかなっていうところを教えていただけますか？プレゼントもですね、誰に向けてっていうところと、あとは自分でもできるのかなっていうところが必要かなって思いますので、うんうん、スキルがないとかパソコンがない人でも在宅ワークできますよっていうことと、あとはまあ こちらもあの YouTube のサムネイルとか参考させてもらってるんですけど、うん、なんとか術とか、これは私お仕事術ってやりましたけど、そういう風にキーワードをちょっと入れてみてます。なるほどですね、いいですね。これとかいいですよね、ママが3ヶ月で人生を変える教科書みたいな、月5万10万月収なくても夢ではない短時間勤務以上の今やきやらなきゃ損の副業マニュアルプレゼント。確かにこういうのがあるとね欲しくなりますよね。松江さんの場合はこういうプレゼントタイトルとかをもちろんプロフィール文にもねやっぱ書いとくってもこれテクニックとしてあるんですよ。こっからプレゼントを渡してますよ。プラス投稿の最後の方でもこういうプレゼントをね一応誘導しておく。これも結構スライドして見られますんで、しかもどこでプレゼントを受け取るのかプロフィール URL から LINE 登録いただくとプレゼントもらえますよ。これぐらい分かりやすく書いた方がいいですね。ちなみにこれはキャンバとかでね普通に皆さんも1日5分とかで作れますので、キャンバのね具体的な画像の作り方については概要欄に動画貼っておきます。さらにこの物体がイメージできるっていうのは結構集客では重要だなと僕も思っていて、教科書とかねマニュアル本とかもしくは動画だったら CD みたいなフリーのイラスト、そういうの結構使っていただくとよりね反応率が上がるというふうに思いますので、ぜひこれはね皆さんも参考にしてみてほしいなというふうに思います。ということで松江さんありがとうございます。はい、ということでね、ラスト3つ目のトピックです。来たのが松江さんのねアカウントを公開コンサルしますということで、僕が普段企業さんとかで生鮮運用とか研修コンサル入らせていただくときにどういう着眼でねアドバイスしてるのかっていうところを踏まえてねお伝えさせていただくんですけど、松江さんねすごい素敵なアカウントなんで僕が言うことっていうのはそんなにないんですけど、チートとしたら3つありまして、まず1つ目ですね、これはいわゆる保存誘導っていうのもねしていくと最近の傾向としてはよりね保存が増えるっていうのがあります。どういうのかっていうと、松江さんの場合もこうやってスライド形式でねバナーをつけてもらってると思うんですけど、例えばここのですね最後のページのこのプレゼント誘導の前あたりですね、こことこの間あたりにイメージとしてはこれね僕の1個のアカウントなんですけども、例えば画像ねこうやってスライドする、僕もねこれスライド形式にしています。スライドするとね結構滞在事実が上がって保存されやすくなるのです。ここにね参考になりましたらぜひいいねと保存をしていつでも見返せるようにしておきましょうみたいな文言を書いておいて、こういうバナーを挿入しておくと保存ね、ここのリボンマークをしてもらうとお客さんはあなたのアカウント皆さんのアカウント保存できます。保存数が実は増えた投稿っていうのはいわゆるおすすめとか発見に乗りやすくなるんですね。結果的にそこから新規の流入がガッと入って
ってくるんで、おすすめタブに1回乗るようになると、1日で本当に多い日だと100人、200人、300人とね、フォロワーが増えたりしますので、この保存っていうのはめちゃめちゃ重要なんですよ。なので、ぜひね、この保存誘導バナーっていうのもね、皆さんもちょっとつけていただくっていうのを意識していただくのがいいかなって、ここは一つと、二つ目がですね、リールの活用っていうことになります。実は縦型の1分以内のね、動画をアップできる機能っていうね、こういう形で、まあ、リールをね、アップされてると思うんですけども、このね、リール、実はね、今本当に集客できて、リールもね、しっかりとバズることができれば、例えば1万再生とかいくと、その1個の動画だけで、フォロワーとか本当に100人とか200人増えたりするんですよね。実際にこのリールっていうところで、松江さんの場合もね、一番右列はリールの縦型の動画、60秒以内の動画だったらアップできますよっていうものなんですが、で結構ね、反応を取ってると思うんですが、さらにここに例えば文字だけのね、自分の価値観とかマインドセットを文字でね、表現したような動画です。例えば、松江さんとかの場合であれば、これね、私の過去のね、アップしたリールなんですけども、最近は猛烈に働いています。正直、あと3本腕欲しいかな。創業当初は1日15時間ぐらい仕事でした。これは僕企業当初のね、思っていたことを発信したものなんですけど、実際クリックしてみると、いいね数は220でそんなに多くはないんですけど、動画をこうやって撮って、で、そこになんか文字を入れてあげるっていうのは、これは結構やっぱり意外と反応良くて、あんまりやってる人そこまで多くないので、こういうのをやっていただくと共感をすごい取れると、いいね220なのに 3.1 万回再生とかされるんですよ。これなんでこんだけ再生されるかって、実はリールってね、まあ、インスタグラムの発見タブに、実は優遇して載せてくれやすかったりするっていうのがあるんですね。しかも、縦型の動画なので、他の動画よりも人気投稿とか、発見に載った時に目立つんですよ。だからすごいアクセスが入りやすいということがあります。なので、まあ、こういうやつとかも 1.1 万再生いってます。成功までの距離を見誤ってはいけないってね。僕の思ってる価値観とかマインドセットを発信してるリールなんですけども、いいねは180件なんですよ。でも、1万再生いってるわけですよね。こういう風な投稿とかですね、別に何でもいいですよ。カフェとかで動画撮ったりとか。これとかも 3.5 万再生とかいってますけども、こういうのはね、結構効果的だったりするので、文字入れリール投稿っていうのもね、ぜひ参考にしてみていただくといいかなと思います。最後ね、3つ目は細かいポイントなんですが、プレゼンタイトルでですね、〇〇の教科書とか、〇〇マニュアルとか、〇〇難題テンプレートだったりとか、成功までのロードマップみたいな、そういうエビフライの尻尾みたいなね、ここの語尾の部分って実は結構タイトル重要で、ここがやっぱりね、そういうタイトルつけるだけでお客さん物体イメージしやすくなるんですよ。結果的にそれ欲しいなってイメージしやすくなるので、ここではせっかく教科書って書いていただいてますので、ここでもね、もし可能であれば、ママ向けの在宅ワーク月10万円の収益を得られる、なんとかなんとかの教科書とか、ガイドブックとか、マニュアルとか、もしくはこれが PDF なんであれば、PDF50 ページ相当だったりとか、もしくは動画の場合であれば、100何十分相当とかね、そこまで書いた方が、こんだけてんこ盛りのプレゼント無料でもらえるのお得だなっていうので、もっと誘導率上がると思うんですよね。むしろ下がるってことはないと思います。なので、そこでちょっと改善していただくだけでもね、さらにもっと集客できるようになりますんで、松江さんもめちゃめちゃ集客できてるんで、これ以上集客できたら困っちゃうって感じだと思うんですけど、ぜひ参考にしてみてほしいなというふうに思います。ということでですね、今日は松江さんのね、アカウントを元にしたその成功事例とね、公開コンサルとかさせていただいたんですが、松江さんのインスタグラム、そしてね、LINE の配信もめちゃめちゃ上手なので、ぜひね、皆さん概要欄にもね、LINE のリンクも貼っておりますし、インスタのリンクもね、ぜひ登録してチェックしてほしいなと思うんですけど、実際今、松江さんの LINE 登録いただくと、どういったプレゼントがもらえるんでしょうか？私のプレゼントは、LINE 来てくれた方限定で、豪華7大特典プレゼントしております。はい、そのね、7大特典詳しい内容とかはね、また概要欄とかに貼っておりますので、ぜひね、松江さんの LINE アットもね、チェックしてみていただけたらというふうに思います。ということで、今日の動画少しでも参考になった方、いいね、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。また、皆さんね、次回の動画でお会いしましょう。はい、皆さん、今日もね、動画最後までご視聴いただき、ありがとうございました。私の LINE では、こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社が、インスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使った、ノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍、3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そして、うちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきた、そのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ、弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。